ペーテル・マッテイは、スウェーデンの歌手。身長6フィート4インチの長身で、モーツァルトの作品を中心とした、ジャンルを問わない幅広いレパートリーを持つバリトンの一人。ペーテル・マッテイは1965年6月3日、スウェーデンのノールボッテン県、ピーテオに生まれる。スウェーデン王立音楽アカデミー卒業後、1990年にドロットニングホルム宮廷劇場でモーツァルト。 偽の女には死のロベルトでデビュー。1994年から1995年のシーズン、マッテーはヨーテボリ歌劇場で初めてドン、ジョバンニを歌い、同じシーズンにはスウェーデン王立歌劇場にも出演してフィガロの結婚のフィガロを初めて手がけた。1995年には初めてスウェーデン国外で公演を行い、グラスゴーのスコティッシュオペラで ドン・ジョバンニを歌い、続けて、ブルッセルのモネ劇場とフランスのエクサン・プロバンス音楽祭にも出演を果たす。1996年夏、マッテーはザルツブルク音楽祭に初出演し、ゲオルク・ショルティ式のベートーベン、フィデリオのドン・フェルナンドを歌い、1997年2月には、クラウディオ・アバド式ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会で、スウェーデンの先輩歌手、 アンネ・ゾフィー・ホン・オッターラと共に、J.A.S. バッハ、マタイジュ南極のソリストを務めた。続くシーズン、マッテイは、ストックホルムで、モーツァルト、マテキのパパゲーノとチャイコフスキー、オルレアンの少女のライオネル、モネ劇場で、リハルト・シトラウス、ナクソス島のアリアドネのハーレクインを手掛け、コンサートの方でも、アバド式ベルリンフィルトは1997年8月に、 ザルツブルク音楽祭での、マタイと12月の定期演奏会でのマーラー、サスラウ、若者の歌で共演。1999年から2000年のシーズンでは、ヨーテボリで、ロッシーニ、セビリアの理髪師のフィガロ、モネ劇場で、チャイコフスキー、エフゲニー・オネーギンのオネーギンを初めて演じ、ヘルベルト・ブロムシュテット式、サンフランシスコ交響楽団と JS バッフ派、ヨハネ・ジュ南曲。 ディッカルド・シャイの式で、ミラノとアムステルダムで、マタイを歌った。2002年1月、マッテイは初めてメトロポリタン歌劇場の舞台に立ち、フィガロの結婚のアルマビーバ伯爵を歌う。メトでは、その他ドン・ジョバンニリハ髪師のフィガロ、プッチーニ、ラ・ボエームのマルチェロ、チャイコフスキー、スペードの女王のプリンス・イエレツキー及び、ヤナーチェク、死者の家からのシシュコフを演じた。 特に、死者の家からは、作品の目と書演と指揮者ザイコールペッカサロネンの目と、デビューを飾る記録すべき上演であった。2004年には、スウェーデン王室から王室宮廷オペラ歌手の称号を廃した。2010年には、ルセルーン音楽祭に初めて登場。2011年12月、マッテイは、スカラザの舞台に、お箱のドンジョバンニで初めて立つこととなったが、これは、 シーズン開幕公演であり、しかも新演出による上演でもあった。マッテイは2013年2月から3月のメトでの公演で、ダニエレガッティの指揮によるワーグナー、パルジファルのアンフォールタスに初挑戦した。メトにおいては2013年から2014年のシーズンにオネーギを歌う予定となっており、またマッテイは自分のレパートリーのうち、ベルディ、 ドンカルロのロドリーゴを含むスカンディナビア以外では、歌っていないレパートリーを披露することを検討しており、またワーグナー、指輪のボータンを手掛ける予定があることも明かしている。ありがとうございます。